はい、皆さんこんにちは。今週も始まりました FM 那覇からサンドウィズジルとバーベルの時間です。この番組はフィットネスをもっと身近に感じてもらい、少しでも多くの方に興味を持ってもらうため、フィットネスについて楽しくお伝えする番組となっています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉、石垣島の歌と料理の店あっぱりさんの提供でお送りします。カナサンドウィズおしりとバーベル、メイン MC を務めます浦添市実着のサロンドシャルムというエステサロンでトータルビューティーアドバイザーをしています、カナさんこと小橋がカナエです。よろしくお願いします。で、今週もですね、先週に引き続き FC 琉球の知念選手に来ていただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。今週もいろいろ掘り下げていきたいと思います。アルプロンはスポーツ栄養サプリメント会社、ドンキホーテやスポーツゼビオなど全国3000店舗でプロテインを中心に販売中。販売累計3000万袋を突破。毎日飲むものだから安心安全なプロテインを。さあネットで検索、アルプロン。高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉です。菊肉はトレーニングしている方、ボディーラインを維持したい方、ダイエットをしたい方に喜んでいただける高タンパク低カロリーの肉料理をご提供いたします。あなたの筋肉に菊肉を。詳しくは沖縄菊肉で検索。はい、先週に引き続き知念選手に来ていただいています。よろしくお願いします。さあ今週はどうしようか。そうですね、じゃあ僕からちょっと知念選手に質問、はい、いいですか。どうぞ。チェン選手の、まあ、出身大学近畿大学にも、同じプロとして活躍している方もいる、はい、いますよね、はい。まあ、その人たちとの関係性っていうか仲いいんですかね、そういうのってチーム、まあ、チームプレーなんですか、やっぱりなんていうんですか、プロに行くレベルの上のレベルで戦っていく選手の、まあ、交流関係っていうか、どんな感じで日頃とかバチバチなのかなと思って。あ、でもいや、サッカー以外とかは本当にめちゃくちゃ仲いい、普通に2人でご飯行って喋ったりもするし、カフェ行ったりとか、まあ、夜は飲みに行ったりもするし全然サッカー以外でこうサッカーに続きながらバチバチっていうのはないし、まあ、でもただサッカーの時は、まあ、お互いそのライバル意識っていうか、そういう意識はあるけど、全然プライベートは仲いい。プライベートがあいつ使わない、さすがにないかな。そういうのあって、なんかお互い、まあ、切磋琢磨みたいなのかなと思ったサッカーだけかな、そこは、うん、聞きたいのそこだったんだそこも、まあ、いろいろディフェンダーっていうポジション、うん、ディフェンス守りの、うん、うん、守る方だね。自分の、なんていうんですかね、まあ、セールスポイントっていうか、この自分のスタイルこんな感じでっていうのあったら、俺の得意なところね、あれはセンターバックってポジションは基本的に身長が結構180後半とか、ヘディング頭でやるやつの方が多いから大きい人の方が有利なんだけど、俺は178で、まあ、どっちかって言ったらちっちゃいから、そこでじゃなくて、そのボールをパスつなぐ部分だったりとか、その1対1の対人の強さは自分のセールスポイントだと思ってる。やっぱ1対1になるにつれて体の、まあ、強さであったり、うん、まあ、筋量とかもやっぱ比例してくるのかなと思うんですけど、うん、その辺は気使ってますかね。そう、なんかその踏ん張る時とか、うん、このどこの筋肉使うってなった時に、やっぱお尻の筋肉とかはちゃんと考えて、そこを鍛えながらっていうのをやってる。お尻の筋肉鍛えるって何をするんですか。電気、その何でしたっけ、これデッドリフトとか。あ、デッドリフトするんですね。うん、する。でもそんな重いのでやっちゃうと、うん、次の日筋肉痛とかで動けなくなったりするから確かにまあ刺激入れる程度とかはやる。ちなみに FC 琉球の選手でも結構しっかりやってるって人もいるんですか。筋トレ、筋トレもうバチバチに。あ、でもあんまりその重りガシガシ上げてやってるっていうイメージはないかもしれない。みんな、うん、や、うん、
か。なんかサッカー選手ってすごい体脂肪率が低いっていうイメージが私あるんですよ、はい、それって食事制限してるんですか。食事制限してる人も中にはでもいると思いますね。僕はあんまりしてる方じゃないんですけど、うんうん、でも結構あのその油物揚げ物とかを通らないようにしてるのはよく聞きます、うん、え、先生は食べる。まあでも僕もそれ聞いてちょっと避けるようにしてるんですけど、うん、まあでも多分食べるときは食べますね。でも絶対ダイエットしたい人ってサッカー始めた方がいいと思います。あのでかいフィールドで、うん、あのボールを追いかけるんですよ、うん、めちゃめちゃいい有酸素じゃないですか。持久力がないじゃん。まあ確かにそこからですから。まあ、フットサルとかでも結構動くんで、うん、そうだね、フットサルは動くけど、サッカーもでも90分だから俺らでもきつい。この試合前の勝負飯を知りたいんですけど、試合前の何かあります。あ、やっぱバナナとか。バナナなんだ。バナナ、カステラとかチョコレート。チョコレートはなんかそ の, あのスタジアム入ってロッカールームに入ったらもう準備されてるんですよ、うんうん、全部。でチョコレートは多分集中力が上がるみたいな、うんうんうん、でカステラは何であるか分かんないですけど、糖質ですかね。であとバナナとかは置いてあります、ボンって、まあ、自分はもうあんまりそれしか食べないんで、うん、そうですね。食べ過ぎないようにとかしてます。まあでもサラダ毎日その3食の中にサラダ、うん、3食か2食、これは2食だったらサラダとかは入れるようにしてる。絶対そのご飯食べに行ってもサラダは別で頼んだりとかはしてる。でも試合前とかにカステラとか置いたらめっちゃ食いそうですけど。誰が誰がもし選手だったらなんか欲張ってめっちゃ食って試合中きついみたいな。試合前じゃなくてもそうでしょ。え、何が好きなんですか。ちなみに食べ物ですか。はい、エビエビってこれまたどうやって食べる。あ、どの料理ってことですか。そうそうそう。あ、でも刺身とかは好きです。コストコのシュリンプ分かる。分かんない。また最近コストコデビューしたからその話ばっかりするわけ。しょコストコのなんか、うん、あの内地のなんかシュリンプみたいなのあるわけ。めっちゃうまい。何で揚げ何のあれ。もう生のエビがマジもうマジ鬼のように入ってでかい、めちゃめちゃでかいやつ、ね、に何か真ん中にちょっとピリ辛のソースがあってみたいな。それ前に一人で食ってた。一人でめちゃめちゃでかい作ってました、ね。エビが好きなんだ。刺身で食べるんですか。刺身が好きですね、一番。天ぷら。お肉とか食べないですか。お肉も好きですけど、じゃあお肉と海鮮どっちって言ったら海鮮。あ、そうなんだ、意外。なんかスポーツ選手ってお肉食べるのかなってイメージですね。まあでも人によると思う。僕は海鮮の。え、1年通して食事って何か変化つけてます。いや特にでもそんなに。あ、でも試合前はやっぱりその揚げ物だったりとか、うん、タンパク質その試合練習終わった後にすぐ取って、うんうん、あんまり遅く夜遅い時間食べ過ぎないようにとかはしてますね。それはあの体調そうその試合の日に、はい、合わせてそのやっぱ体重の変化だったりっていうのを減らすためにそういうのをしてます。海鮮だったら沖縄でどこを食べに行くんですかね。海鮮どこ沖縄ですあんまり食べてないから逆に美味しいところ。え、泊まり湯町とか結構良くないですか。泊まり湯町とか、あの糸満の漁港、糸満漁港っていうんですかね。糸満漁港めっちゃいいよ。今度一緒に。あ、マジで。あのケンタ一緒に。車で。しかも飲みながらあっち行けるから。マジ。めっちゃいい。お酒も飲むの。最近も結構飲みますね。あ、結構飲むんだ。はい、結構好きです。へえ。それはなんか調整したりしないんですか。あの、多分休みの前の日とかには飲んだりはしますけど、うんうんうん、毎日はさすがに飲まないです。あ、それそうです。なんか若気の至りでちょっとあの飲みすぎたみたいな感じで練習来たりとかは。それは絶対それはない。それはない。さすがっすね。さすがですね。さすがですね。なんか、うん、誰かさんと違うみたいな。いやいやいや、ないですか僕も。え、ちなみになんですけど、女性のタイプ聞いてみて。まあ、急になんですけど、女性のタイプはまあでも本当にシンプルで、気を一緒にいてあんまり気使わないでいれる人。まあ、一緒に海鮮食べに行ったりとかですか。なんかその趣味が合う人もまあそうだし。海鮮ひまわり育てる人ってこと一緒に。ひまわり花が好きとかだったら結構本当にってなって一緒に
だってそれ虫が嫌いな人とかだったらやっぱ、うんうんうん、花育てたら虫寄ってきちゃうじゃないですか、うんうんうん、だってきたらまあ嫌じゃないですけど、うんまあ、そこは会う方がいいかなっていう。うんうんうん、じゃあ釣りも好きなんですか？釣り？やったことない。あ、ないんだ、うん。海鮮好きだったら釣りも一緒にっていう。じゃあずっとだって出てたからさ、あんまり大阪でも。そっか、うん、してできない、なかなか見ないし。そっか、大阪で釣りってないよね。逆にこれからやってみたいことあります？これから沖縄っていうのもあって、うん、サーフィンはでもしてみたい。サーフィン、もうサーフィンまでしたら超モテモテじゃん。サーフィン、私も今年マリンスポーツしようと思ってるんですよ。マジですか、うん、楽しいですよ、めちゃめちゃ楽しいです。ウェイクボード、うん、そうそうそう、これウェイクボードって引っ張られるやつね、サーフィンで引っ張られるやつ、あれですね、板もこう、そうそうそう、あ、死にますよあれ。あれ俺もあれやったことある。鼻という鼻、穴という穴から水入ってくるんだよ。やばいっすあれ。あれいいね、マリンスポーツ確かにいいかもしれないですね。マリンスポーツめっちゃ楽しい。マジやってる。フライボートっていうのを乗って、あの下にあのつけて、うん、上にブワーガーって上がっていくやつ、めっちゃ楽しい。マジ難しいけど。沖縄でできる。沖縄できる、行こう行こう。沖縄でできるけどめっちゃ痛い足、うん、なんかあの上まで上がって、あ、落ちる時バンと。逆にそういう制限ってされないんですか？されないですけど、やっぱ自分ので管理しないといけないですよね。で、今の聞いちゃったらやめとこうかな。怪我につながっちゃう、ね、怪我につながっちゃうといっぱいあるなんで、まあ、少し遊ぶ分には全然いいと思うんですけど、うん、サーフィンぐらいだったね、うん、波に乗れたらね、やりたいっす。もう波乗っちゃうんすか、てっちゃん。あと、あ、最近始めたのがゴルフ。僕もゴルフ。マジで、うん、行こう行こう。マジで、その話は後でやってた。マジか。ゴルフ、最近始めた。先輩がやってて、ちょっと行こうよってなって。逆にサッカーとゴルフでつながるものってありますか？つながる、でもこのなんかフォームのキックと、その何でしたっけ、スイングはちょっとまあ、うん、似てる、フォームがやっぱキックもバラバラ、軸が奥足が軸足がバラバラだったら、うん、あんまり定まらないとかはまあまあ似てるかなと思いますね。へー、そうなんですね。スポーツしてる人ってなんかゴルフマイメージある、やっぱ。うーん、体幹がしっかりしてるからかな。あ、野球やってる人が、僕野球やってたんですけど、うん、ゴルフやったら鬼のように右に曲がりますね。どういう意味、どういう意味。やばいっすよ、あの、なんつうか、多分や、まあ感覚は一緒なんですけど、やっぱり癖、スイングの癖もゴルフのスイングの癖もちょっと似てるじゃないですか、野球とゴルフって。だからまあいいように出る人もいれば悪いように出る人もいるんで、ちょっと体の開きが早いとかですかね。うん、俺もちょっと右曲がっちゃう。面白い。でもサッカーの場合はスイングの軌道、あのスイングの動きしないんで、その分ちょっと癖は修正しやすいと思うんですけど、結構長い間野球やってたんで治らないですね、なかなか。はい、はい、ゴルフいいね。ゴルフ楽しい。最近疲れん？疲れない。コース出たらめっちゃ疲れる。あ、でもずっと動いてるから、俺あんまり動かないからコース疲れる。私も行きますね。マジでゴルフ。FM那覇。78.0 アネッタイラディオ FM ナハ 78.0 FM ナハ。はい、引き続き1年選手について掘り下げていきたいと思います。はい、はい、まあ、1年選手今後トレーニングするにあたって体大きくしようとかって考えてたりするんですかね？でも今のところその当たり負けとかにをしていかない限りはあんまり考えないから、まあ、そのや 今から、今だって入って2ヶ月ぐらいで、まだその外人の選手という方もやってないからあれなんだけど、まあ、そこでちょっとそう当たり負けとかをしてきたら
体のことは筋トレ考えるかなって。体大きくしてる選手もじゃあいるってことですか。でも意外と結構細いですね、みんな。ですよね、なんかみんな細いイメージ。うんうんうん、あんまり見た目からがっちりしてる人は、まあ、いるとは思うんですけど、うん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 、琉球にはあんまりいないんですね。実際今琉球は J2、うん、まあ、J1 に上がる、うん、上がったとして、まあその J1 で活躍されてる選手とかと一緒に今1対1でやった時に、やっぱりそのなんていうんですかね、ギャップとかあった場合って、やっぱりそのなんていうんですか、ここは負けないどこみたいなあります、強み、自分はここでは絶対勝つみたいな。でもさっきとか、そのあの自分の対人の瞬間だったり、球際ボール奪うところは負けないようにはしてるんですけど、やっぱり J1 の選手とかは経験も違うので、僕がその今までやってきたその想像の範囲外のこともしてくるから、えっていうのは本当に毎回ある。それが成長につながれば、うん、それ毎回もうすごいなって思うことばっかりだ、ね、ずっとサッカーしてきたじゃないですか、はい、今 FC 琉球に入って学生時代の時とやっぱ全然環境違うと思うんですけど、はい、何か戸惑ったことってありますか。あ、でもこれはいい意味っていうか、こう琉球行って初めまして知念哲也ですって言った時に、うんうん、こう練習着とかなくて、はいはい、僕の練習着どこですかって言ったら、あ、そこの袋から取ってってこうゴミ袋にバーンっていっぱい入ってて、うん、でまあ今日のやつだけどなんとか練習半袖と短パンとって言って、うん、これだけでいいですかねって、あ違うよみたいな、その袋全部知念のだよみたいな、もうこれですかみたいな、もうえっと全部ウェアとか移動着とかも支給とかで、それはもうびっくりしました、ね、それは洗ってくれるの。ああ練習着は僕たち自分で洗ったりするんですけど、うんうんうん、だからもう移動用のスーツだったり、あそのこれも全部そうなんですけど、うんうんうん、あのポンって渡されて、うん、だからサッカーで着る服は全然もう困らないそうですね、そのゴミ袋に一気にバンって渡されたんです。そうだからびっくりした。今憧れてる選手とか、まあ、キングスでも中でキングス、あ、ま、あ、ま、来ました琉球ですね、間違えました、間違えないです琉球の中でも、うん、中でもいいですし、まあ、外の、チームの選手でもいいですけど、この人と、ま、やってみたいとか、この人めっちゃ憧れてずっと続けてるって人とかいるんですか。この人、あでも僕の同期で去年まで FC 琉球にいた上条さときっていう選手が今岡山に移籍したんだけど、はい、小学校の時からずっとトレ選抜とかでやってて、でそいつがそうどんどんこう活躍して、今他のチームに移籍するぐらいまで行ったから、そこはもうマッチアップ対一緒に試合したいなっていうのは思う。沖縄の選手、そうそう沖縄、本当に俺らの同級生で、うーん、そうそうそう、だから急に活躍してみたいな、すごいなっていうのは、まあ、いずれね、うん、敵として敵試合したいなって思うから。そうなんですね。逆に年上めっちゃ上の選手でこの選手に憧れてサッカー選手になったっていう人はいないんですか。憧れですか。僕らはでもやっぱロナウジーニョとかはすげえなって思って、でもそういうので言ったら、あのシンジさんもそうですよ、モン、うんうん、さんはもうテレビでしか見てない選手だったんで、で今一緒にしたりして、うんうん、こう周りの人とかも小野伸二とやってんのみたいな、いやいや伸二さんみたいな、そういうのもすごいですね、うん、この伸二さんは本当に振る舞いから何からもすごいですよね。私もちょっと本当にすごいです。会ったことありますよ。あ、そうですか。たまたまですよ、うん、僕も会ったことありますよ。すごいそうなんです。オーラもすごかったし、メインプレスですれ違いました例えばパンサーあっと、うんうんうん、でもすぐ絶世紀でね活躍してた選手だもんね、はい、そうそうそう、だから本当にすごいいいところでやってるんだ。なんか見習いたいことってあります。あでもやっぱサッカー以外のことっていうか、うん、プレー云々の前にその、うん、まあ、靴並べたりだったり、うんうん、そういう細かい、まあ、人としてっていうか、うんうんうん、そういうところをこう新次さんがやってるから、うん、わあすごいなって思ったり、ボール拾いとか新次さんバーって走っていくから、ちょっと待ってって、そういうのをそう率先してしてるんで、それもなんかいやいやじゃなくて、うん、もう習慣なんでしょ多分、そういくからそれがすごいなって思う感じでね、うん、そういうの背中を見て座っていくんです ね頑張ってよ背中はちゃんと見てるよみんな。
1年選手を見つかわすね、そういう選手になってほしいです ね、 ですね、僕はもう本当に応援してますよ、はい、さっき聞きたがってたことがあったじゃないですか。聞きたがってたこと、モテるのって聞きたいって言ってでも聞いちゃっていいですか、本当にモテるんですかサッカー選手って。サッカー選手、まあ、僕もでもサッカー選手でなって 2,3 ヶ月ぐらいですけど、まあ、モテないことはないって感じですかね。なんかちなみにファンの方から、まあ、これを渡されたとか、バレンタインシーズン被ってました、バレンタイン終わってから被ってますね。なんかもらったりとか。いやでも多分コロナがちょうどあって、あ、まあ、そういうのも自粛みたいになってたんで、うん、あんまりない。逆に学生時代いっぱいもらってたでしょ。まあいっぱいはもらってないですけどちょいちょいはありましたね。ゼロっす、ゼロ、僕はゼロ。あげたさ。あ、そうですね、お前忘れてたの、もらったの。金井さんからもらいました。学生時代は、学生もゼロですね。もうゼロじゃないだけいいですよね、本当。ゼロではないかな。いいな、もういいな。サッカーし始めた時からもうサッカー選手になろうって決めてサッカーをしてた。もうまあそうですね、ちっちゃい時は本当にもうみんなプロサッカー選手がいいっていうのは、うん、まあでもそのな将来の夢何って聞かれて適当に言うんだけど、サッカー選手になりたいって本当に強くこう思ったのが大学の3年生の時です。あ、そうなんです、最近なし、はい、もう現実的になったのがそうで、うん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 、今まではもうこうぼやっとした夢、サッカーしてるし、うんうん、サッカーしたいかなっていうのだけで、うんうん、そう。でその決めた時に何か変わりました。あ、でもやっぱりその自分のサッカーを考える時間が増えましたね、サッカーのことを。例えば練習終わって、うん、昼ご飯食べて昼寝するのかサッカーの試合見るのかとか、うん、試合見ながらストレッチするのとか、本当に意識が変わってきたんだ。変わってきましたね。ずっとサッカーですね、なんか一日中生活の中に。もそうだと思う。逆にじゃあプロになりました、はい、今後の夢は何ですか。今後の夢は、はい、まあ、プロ生活はとりあえず僕は10年以上続けたいと思ってて、うん、で今 J2 なんですけど、はい、J1 で活躍する選手になりたいです、うん、逆に FC リクも J1 に押し上げて。あ、そうですね、その FC リクがもう J1 に上がればそれが一番早い、ね、沖縄で盛り上げていってほしいですね。そうですね、期待した子。ちなみに SU 級の応援団とかって結構熱いんですかね。でも俺が他のクラブがどんな感じか分かんないけど、うん、でもあの指導日は、うん、あの SD 級として新年度スタートする日は平日だったんだけど、うん、結構来てくれて、なんか歌ってた、琉球の応援歌。いいですか、はい、そろそろもう終わりの時間が近づいてきたんですが、はい、最後に聞きたいことあります？ちなみに女性の V どこがタイプですか？は、絶対それ聞きたいんだ。これはもうあれ足わ足だね。一緒。嘘、お尻って言ってたじゃん。あ、お尻、あ、まかま感じて感じてあれですね。あ、まお尻、あ、まそうか、お尻、足のライン、こう、うん、は結構好き。鍛えててほしいとかですか、やっぱりちょっとトレーニングとかは。まあでもそうだね、それはお尻とかこうたるんでたりしたら、うーん、やっぱりちょっとあれだなと思って。じゃあ足というよりかはお尻からこのライン、本当にそう、あの後ろ姿。そうそう、20何歳だっけ。22歳の男の子って頭の中そういうことばっかり考えること同じですね。そうだね、はい、さあ2週連続ゲスト来ていただきましたがいかがでしたか。いやでも楽しかったです。高一郎も小学校ぶりにこんなゆっくり話して、ゆっくりラジオでゆっくり話した終わってからもゆっくり話してください、ね、じゃあそのままエンディングいきたいと思います。 Q&A コーナーの質問は私のインスタグラムの DM にて受け付けております。番組内で採用された方には豪華プレゼントをご用意しています。たくさんの質問お待ちしています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉、石垣島の歌と料理の店あっぱりさんの提供でお送りしました。また来週もよろしくお願いします。新年選手ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。